Peggy 12. はい、アダム。モンスターハンタートライと、まあ今回のモンスターハンター3アルティメットで、まあ本当に個人的に良かったなと思うのは、まずモンスターハンタートライに関しては、まあモンスターハンターシリーズの中でも久しぶりの据え置き機で、モンスターに対しても新しい、まあ要素としてスタミナの要素が入ったりとか、すごくそのアクションとか、まあゲームの幅もすごく深くなった。っていうところですごくそのモンスターハンタートライっていうゲームが作れてよかったなと思ってます。で今回の、モンスターハンター3アルティメイトに関しても、まあ欧州の皆様に、お届けするときに、Wii U 版、まあ、据え置き機と、携帯機の、3DS 版この両方のシチュエーションで、まあ、携帯機は外で遊べるシチュエーションですし、Wii U バージョンは家の中でゆっくりと大画面リッチな環境で遊んでもらえる。この両方の環境が兼ね備えられた両タイトルを同時タイミングで同日にリリースできることは本当に良かったと思っています。